ございます。おお、どうしよう。あ、今日はハッピーバレンタインなんですよ。ああ、はいはいはい、バレンタインデーね。2月14日なんですよ。はいはいはい、お邪魔します。2月14日なんですけど、チョコはもらえてないですよね、今のとこ。だから泣いてんのか。あ、そうですね、これカメラに映ってないですけどね。ちょっと気まずかった、負けた瞬間なんかちょっと泣いてるっぽい感じだった。めっちゃ泣いてたんですけど。びっくりしたよ。はい。チョコもらえなかったの？チョコもらえなかったんで、自分で買ってきました。逆にもらったことあるの？いや、失礼です、それはさすがに。お、これは、はい、俺にチョコを作れと。そうです、そうです。そういうことです。もらえなかったんで、女子会しましょうよ。女子会とかよくわかんないけど。チョコもらえました？もらってないね。マジっすか？チョコ作るっつうのもチョコあるんだけど、俺。いやいや、まあ、チョコのなんかお菓子とか作ってほしいんですよ。なるほど。はい、まあ、君が何を作ってほしいのか、これを見れば大体わかるから。大体わかりますか？はい、着色料ね。着色料好きなんで、うん、着色料、生クリームね。はい、バナナ。バナナ、はい、バナナ、モンキーバナナ。これはどういうことなんだい、これは。これはやっぱスポンジですよ。チョコのケーキですよ。あ、チョコレートケーキ作ってほしいんだ。はい、なるほどね。そんなのもう任してください。できます？任してください。マジっすか？できるよ。今日ね、本当にね、見てください皆さん、ほら14日ですよね。2月14日のね、あ、これ見えるかな、18位なんですよ今。はいはいはい、わかりますよ。はい、だからクマさんの形したチョコなんか昔よくもらいましたよ。もらいました、うん、うんうん。だからもう大人になってからもらってないですね、チョコみたいなやつは。チョコみたいなやつはね、うん、最近ね、やっぱバレンタイン需要も減ってきてますから。女子が女子のために作るみたいな、ちょっと変わった風習になりつつあるみたいなニュースでやってましたね。深刻だみたいな。男子にとっては深刻だみたいな。確かに深刻ですね。やってましたね。そっか、まあ、やりましょうよ。でもせっかくですから、こういうね。わかりました。はい、わかりました。そういうことであれば、はい、継がしていただきますよ。はい、お願いします。シャイニーアザミが。はい、ちょっとスポンジ先見ていい？これ様子だけスポンジ見てください。昔ね、お母さんにチョコレートケーキ作ってもらったときは、はい、なんかこんな感じのやつを使って作ったような気が。あ、2枚に分かれてるわけですね。本当だ。じゃあ挟みましょう、チョコを。挟みましょう、挟みましょう。で、このマーブルチョコも。はい。懐かしい、これ。ね、これも使いましょう。で、これ明治のチョコレートね。はい。こんなちっちゃかったっけ？なんか、最近さ、なんか分かる？ちっちゃくなってんじゃん、すべての商品が。いろんなものがね。これもう絶対そうなってるじゃん。いや、わかるです。いや、絶対もっとでかかったでしょ。言いがかりですから。いや、ほんと？これは。いや、だから、言ってない、わかんないですよね。明治さんが、公表してなかったので。いや、黙ってやってるとこもあるでしょ、絶対。黙ってやってるとこもあると思いますよ。絶対もっと昔でかかったよね、みんなね。体が大きく、あれ、大人になったから、小さくなったのかなって思わせる戦法かもしれないですね。あ、なるほどね。俺はボディビルダーにはちょっと通用しない。ボディービルダーが一番騙されるだろうっつって。でかくなったの感じ。でかくなっただけだよ君がって言って。逆にボディービルダーって毎日体が、はい、大きくなってないんじゃないかと不安に駆られて寝れない人多いから。そうなんですか。そんなことないと思うんだよね。俺まずチョコ溶かさなきゃいけないんだけど、はい、ちょうど今ね、お風呂温めようと思ってモニクを63分でセットしてたんで。あれ入ってるんですか。追い出き機能ついてるんで。追い出き機能すごいね、これ見て。はい、誇張しすぎじゃないこれ。全部明治って書いてあるよ。明治なんですもん、だって明治が作ってるやつですから。近海だからこれも。なんなら何がですか。これ江戸時代だったら近海でしょ、チョコなんて。江戸時代だったらぶっ飛ぶでしょうね、みんな。お侍さんぶっ飛ぶでしょうね。食ったらもうどんな顔するだろうね、まず。いや、それちょっとやってみたいな。甘いっつって。甘いっつって。なんで狂言なんですか。もし江戸時代のね、はい、チョコを食ったらみたいな歌舞伎があってもいいじゃん。あ、ネタで、うん、面白いじゃん。あ、歌舞伎ですか今の。歌舞伎、え、何、なんか違うの歌舞伎と。なんかん歌舞伎はね、やっぱ見えじゃないですか。泉元は狂言師じゃないですか。狂言師、狂言がいいね。狂言がいい。チョコレートを食った時の狂言。どうやってください、やってください。いいっすか、じゃあ。じゃあちょっと待ってくださいね。チョコレートを初めて食べた江戸時代の狂言師。あ、狂言師。はい。ほら、この茶色い。いや、まずジップロックに動揺するんじゃないですか。あ、そうか。この透明なクラゲのような。クラゲ。これに入ったカレー粉みたいなやつ。いや、カレー粉知らないし絶対。カレー粉もっと驚きますよ多分。
一口食べてみようかな。歌舞伎になって歌舞伎する。あ、そっか。でも食べたらできない。何ですか。ちょっとあんまりその普段やらないから。普段やらないでしょ絶対。やってる人いないですよそれ。これだから元谷さんがさ、もし、はい、そういうね面白いことやりたいんだったらアドバイスできるよこれね。そうだし、うん、これ元谷さんが、うん、その江戸時代のね、うん、チョコレート初めて食べた狂言師、狂言やったら YouTube バズりますよ。バズるよ。だから、はい、初めて食べたシリーズとかさ、初めて見たシリーズ、はい、いいよそれも。やったらいいんですよこれね。江戸時代の人がガッキー初めて見たとか、はいはい、絶対驚くじゃん。お人形のようであるやつって。そうかもしれないですね。そうかもしれないでしょ。泉元哉なんてプロレスとか出てるんだからね、そんなんやるんだったらこれで。いや全然こっちの方が面白いね。本当に、はい、あんなね、なんか別に得意でもないじゃん。だってぶっちゃけ何がですか、プロレスなんて。そうですね、うん。じゃあこれをね入れていきます。なんか生クリームちょっと入れるといいみたいな話だったんで、はい、ちょろっと入れていただいて、でこれボニークの方につけるだけでございます、はい、あれこれボニークも初めてじゃないですか。この竹筒のようなピピピのピのピそういうことだよね。そういうことですね。ピピッとなった真っ赤不思議な機械じゃのーつって昨日地震すごかったね。すごかったっすね。光ってたよね、なんか福島。そうですか。光ってんだもんね。なんか爆発したのかも。うわすげえ早、もう溶けてる。ほんとだ、すごいですね。ということはですよ、はい、すぐできちゃいますねこれ。すぐできます。これまあ恐る、なんていうんですか、恐れる、正しくで、コロナの正しく恐れるじゃないですけど、はいはいはい、あんまビクビクはしちゃいけないけど、うん、要は東日本大震災の時も、はい、2日前に昨日と同じぐらいの大きさの余震があったんですよ。あ、そうなんだ。そうだからやっぱ1週間ぐらいは警戒してくださいみたいな話なんですよね。俺ね、何がびっくりしたかって、やっぱ揺れるじゃん、はい、で外バッて見んじゃん、はい、まず電気つきまくんだよ家の。へえ。そこら中ので結構深夜だったじゃん。11時過ぎてましたね、うん、で俺ちょっと怖かったのがカラスが飛んでたの、あんな夜中に。でもね、夜にカラス飛ぶことないじゃん。あのカラスが鳴くって言うんですよ大地震の前。あ、そうなんだ、はい、それを見た時にさ、ちょっと鳥肌立ったもん。マジですか。うん、だから普段見ない光景だから、はい、あのカラスとか鳥はまあ分かんないけど、カラスはとにかく夜は夕方っすからね、見たことないから飛んでんの、はい、だからそれ見た時にこれただ事じゃねえなと思ったんだよ。え、どんな風に思ったんですか。え、どんな風な感じだったこのカラスが夜に飛ぶということはどういうことだ。だっかこの辺で結局ことだっつって結局そうなっちゃう。だっかカラスが撮ってるのことだっつってそれめっちゃうまいじゃないですか。これだけあのよくね、はい、学校の頃ね、いろんな人の真似するの好きで、はい、そういう名残が今もちょっとあったりして。ありますね。浅井さん結構モノマネ好きっすよね。モノマネ好きだからね、はい、モノマネ好きだし、なんかスマイルのモノマネって意外と好きなんだよ。あ、似てんだよなんか。しかもなんか別にさ、誰が得するような人のモノマネしてないっていうかそれ極めたところで別に誰も喜ばないよ。自分はね、安牌なとこしか行かないんで、絶対やったら似てるものしかやんないですよ。なるほどなるほど、はい、だからそれがね、有名人とかに限らなくて、はいはいはい、はい、職場のどうでもいいやつアルバイトさんとかどうでもいいやつのモノマネがクオリティ高いっていうねあれはそうですよね。参るよ。たけしとかはできないんですけどね。たけしは誰でもできるでしょ、はい。あじゃみさんお疲れですかってあれは衝撃だった。あの人のモノマネをすることがまずだってもうはって感じだもん。多分世の中に自分だけですね。しかも超似てんじゃんあれはもう参ったよ本当に。これチョコだから、はい、あでもパンもあるからさ今日。いや、やんなくていいっすよ。パン挟まなくていい。挟まなくていいっすよ。それ炊飯器で作ったんですかそのパン。そうだよ完璧でしょ。絶対嘘でしょ。今度動画でやるよ。パン屋潰れますよそれ。すごいんだからこれ。今度からそこでだから新しい顔作ろうかなって。ここでそこですか。そこでできたんですか、うん、濡れたら濡れたら濡れちゃうすぐ濡れそうですけどねおいいですねいいですね。安定してこれ。あのね、本当はですよ、本当はいいチョコレートって言ったらあれですけど、その高級なね、うん、とか例えばカカオマスとか入ってるようなやつでもいいんですけど、はい、結構やっぱね、ここは企業の力がやっぱ逆に良くて、その分離しとかしづらいんですよね。
はい、分離しない安定するようにそういったものを使ってくれてるんで結構頑丈なんですよ、はい、だから結構俺は加工するんだったら向いてますか、うん、向いてる、はい、チョコレートパリって食うんだったらまあちょっとね成城石井とかに行くといろんないいチョコレート売ってるんでそれ食べてもらいたい、ね、カカオがね多いやつとかですよね。加工するならあれしようです、明治さんで、明治これでめっちゃ決まんねえじゃないですかそれはもうカレーだね、うん、カレーだよ、カレーがね、うん、まあいいよカレーで。チャイみたいな感じで、今度チャイにやざみやってくださいよ今度い自分チャイ好きなんですよ、中国人ってこと違います、チャイを作る、あチャイね、はい、チャイよりもチャイ、この前スタバでチャイ、カレーですか、えそれカレーの味します、大丈夫、大丈夫ですか、うん、スタバでチャイ飲んで、うん、久しぶりにやっぱ飲んだらうまっと思って、チャイはね、なんだっけな、スパイスですよね、あれカルダモンだね、カルダモンなんですか、カルダモン、確かハルダマンかカルダモンって言ってます、ハルダモン、ハルダマンかカルダモンかってとこですからねハルダマン入ってないでしょ、ハルダマンハルダマン入ってたらびっくりするよね、チャイ美味しいですよね、あ、そう、チャイうまい、ただ確かスタバのチャイかなんかは、スタバにチャイ売ってんの、スタバのチャイ、自分も知って、うん、しかも何だっけな、何かにアレンジすると美味しいって言われて、何だっけな、ココナッツミルクにすると美味しいって言って頼んだんですけど、うん、甘いんですよめちゃくちゃ、うん、まあ、確か、ね、チャイにもともとシロップが入ってるのかな、でもう甘い、甘さは変えられないみたいな、確かなんかね、調布にある、はい、なんかあるんですよ、そのタイカレーとか食べ放題の店があって、そこでチャイ飲み放題なんですよ、はい、そこはねやっぱ砂糖とかも自分で入れるスタイルなんで、あ、そうなんですか、飲んでました、自分ね、チャイ来るんじゃないかと思ってるんですよ、ああこの後ね、はい、うん、私ウーロン茶みたいなもんだもん、いや全然違くないですよ全然違くないやっぱスパイスの数だけ種類があるというか、まあ、カルダモンだったらすみません、カルダモンだけなのかもしれないけど、だけってわけじゃないと思うんですけど、そうっすよ、ね、カルダモンも多分、あ、シナモン、あ、シナモンね、カルダモンとシナモンだったと思う、はい、確かね、カレーで俺いろいろスパイス買った時にカルダモン買いだ時に、はい、本当チャイの匂いしたのよ、そうですか、でなんか原材料見たら確かチャイ入れてたような気がします、へー、チョコをちょっとまあここに出していきます、溶けたんで、こんなもんでいいのかな、もっと溶かした方がいいのかな、でも溶いちゃってるからね、もう、そうですね、これ一回出すと面倒なんですよね、これ生クリームの部分だから今のやつですね、なんかちゃんと溶けてないな、溶けてないですか、まあいいや、もうちょっと多分本当は溶かすのかもしれないですね、高田社長がね、はい、子供、お子さんと一緒になんかチョコ作ってたんですよ、あ、やってましたね、ボニークのやつでね、あれ見た時なんかすげえいいなと、なんかすごいいいなと思った、そうですね、うん、でもさすがにね、はい、彼氏できたら引っ張ってくるんだろうね、きっと、ああ、そうっすよね、78度で1時間だ彼氏を彼氏柔らかくしちゃうんですか、また可愛かったですよね、娘さん2人、本当になんか懐っこくて、うん、すげえ身体能力高いんだよ、あ、そうそうそう、おお違います、緊急心臓じゃない、びっくりした、じゃないじゃないじゃない、ほんとやめて、ほんとにそういうのスマイル自分じゃないですよ、羽田社長ですよこの音は良くない、この音はガチで怖いいやそういうね、人をその驚かす才能もありますね、社長、ほんとに怖いですよ、ほんと、これは危険信号ですから、だいぶ危険だったんですよ、今の使徒が現れたの使徒が新東京市に現れたのちょっと甘かったっすか、甘かったんで、これちょっとまあ湯煎っていうんですか、はい、でもチョコすげえな、あれ3枚使ってっけどなんか足りなそうな気がするんだけど、なんかあんま取れてないです ね、だから普段チョコレートケーキなんつってね買ってる人いるかもしれないですけど、こんだけチョコ入ってるってことだ、そうですね、うん、トップスのチョコレートケーキ知ってます？トップスってなんだ？クルミ入ったやつです。クルミ入ったチョコ、どこのやつだろう？トップスっす。どこで買えるのそれ？あ、全国にあるんじゃないですか。都内は何か所かありますよ。
錦糸町にもあります、自分家の近くだと。あ、そうなんだ、はい、ちょっと食ったことないな。美味しいんですよ。くるみ入ってるやつ、はい、たまに食べたくなるんですよね。トップスか。チョコレートケーキといったらトップスですよ。あ、そうなんだ、はい、なんかあんまり日本人って正直あのチョコレートケーキ食べないじゃん。あ、そうかもしれないですね、うん、なんか何がいいんだろう、チョコレートケーキのですか。いや、なんかあの 何のケーキ好きなんだろうなと思って、日本人。あー、チーズケーキじゃないですか。そうだよね、トップスチーズケーキもあるんですよ。あ、そうなんだ、はい、アメリカで食ったチョコレートケーキが一番好きだったけど。 あれうまかったっすね、うん、シカゴで食べたやつですよね。クソでげえやつ、めっちゃでかかったっすね。あれあんなでげえの日本で売ってたらさすがに売れないよ。売れないっすね、うん、うん、だ味は確かでしたよね。はい、確かに美味しかったな。あれはなんかアメリカって言うと本当にさ、その変な色したケーキいっぱい売ってんじゃん、はい、だからぶっちゃけ期待してなかったんだけど、ちゃんとしたとこもあんだ。あそこ高級店でしたので、えらい高級店でしたよ。えらい高級店だった、ね、えらい高級店だった、はい。その後にあの自分とあさみさんでスーパーってコンビニみたいなところめっちゃ行きまくったじゃないですか、近くの。でめっちゃ楽しかったですよね。楽しかった楽しかった。でもあの時やっぱ売ってたのはかなりヤバそうな色したやつばっかでしたよね。そう、あとクッキーもあったんだけどさ、クッキーもなんか青とかさ、はい、そうですね、青って食欲出ないじゃん普通、はい、それ喜んじゃうんだから中国わかんないよね、その感覚が。喜んでるんですかね。だって美味しいと思うから青にしてるわけでしょ。あ、美味しいと思ってるのかな、うん、どうなんだろう。蛍光ピンクの食い物とかさ食いたくねえじゃん、はい、普通。そうですね、それをだからあえて使ってくるの、まあ、確かにそうかもしれないですね、うん、すごいよ。だからそういうところ全然文化が違うから、はい、だから一切住まいでもなんかその着色をすることによって見た目の楽しさがあって子供はそういうところに惹かれるっていう。言いましたっけそんなこと。一切言ってましたけど自分はそのまだ子供心があるんで色でね嬉しいんですよね。カラフルなものにあのなんかおおおって導かれちゃうんですよ。まあでもやっぱそれはやっぱり、はい、そうなんだと思うんだけど。デレデレネレネとキャリーパミパミ一緒だと思ってるんで。え、どういうこと。どっちも好きなんですよ、ね、なんかカラフルじゃないですか。あ、はいはいはい、同じような理由で好きなんですよ、ね、なるほどね、はい、色も好きっていう。確かになんかそういうの好きそうだねスマイルは。はい、これどうするんですか。これはこれはここにこう並べてね中に。そうかそうか、うん、チョコバナナ。そうだ、やっぱりバナナあった方が一緒っていう、ね、そうですね、一応君が買ってきた手に今回はね、そうシャイニーチョイスですから、そうそう、シャイニーセレクトですから、なんか面白いんじゃないかなと思って。そうですね、バレンタインデーなんてもう何にもドキドキしなくなっちゃったよ。そうですか。一回もらうとさ、はい、なんか次の年とか期待しちゃうじゃん、はい、だけどなんか10年ぐらい連続でもらわないと別に忘れちゃうよね、バレンタインの日も。あ、忘れてます。うん、俺はねクリスマスが24日じゃん、はい、どうしても24日だと思っちゃうんだよね、バレンタイン。あ、バレンタインが、はい、同じじゃん、同じ企業の刷り込みだからさ、なんか同じような感じになっちゃうんだよねなんか。でもあのあれじゃないですか、クリスマスはね歴史があるじゃないですか。ああ、まあまあそうだね、はい、バレンタイン何なんだろうね。バレンタインは本当企業じゃないですか。ああ、そうなんだ。多分そうじゃないですか。それこそあの明治、あ、ロッテかな、日本なんでしょ。日本じゃないですか。日本限定なんだ。チョコレートは。あ、アメリカにもあるの、バレンタインデーっていうのは。バレンタインデー自体はあるんじゃないですかね。いや、ないのかな。ないんじゃないの。ないですかね。うん、あ、ちょっとバレンタインデーなんてないですよって。誰が言ってました。わかんない。アメリカの方が。アメリカの方ですか。いいじゃん。はい。怒っちゃって。いいですよ。バナナちょっと控えめにしたんですよね。なんでですか。いや、なんか全部入れる必要あるかなと思って。じゃあこれぐらいで。うん。でマーブルチョコはねやっぱ上に飾りたいですよね。あ、上に飾るんですね。そうそうそう、チリバンティー、はい。あー、こんなもんでしょ。結構生クリーム入れないとダメみたい。いいですね。このトロトロなんないですか、生クリームなしだったら。いや、なんないね。ハーシーズとかぐらいの柔らかさにしないとそもそも塗れないから。バレンタインキッス、はいはいはい、国章さゆりさん。全然世代じゃないでしょ。世代じゃないですけど、あの結構自分好きで。え、あのマジで、あの曲、聴きます。あとね、斉藤由貴さんの卒業とか。どういう曲。この支配からのってそれ尾崎豊の。あ、違うの、はい、はい、なんだっけ、ああ卒業式で泣かないとって知ってます。いや、だから知ってるわけないじゃん。え、マジですか。超名曲っすよ。あれ昔すぎて生まれてないでしょ、下手したら。ああ、国章さゆりさんとかの時代だっていたのかな。俺多分同じくらいだと思うんで、あの昭和の最後とかなのかな、平成かな。いや、絶対俺は昭和か。知らないよ。
マジですか。西城秀樹さんとか、はい、郷ひろみさんとかが出てきたばっかの時はね、もちろんこの世に存在してないですけど、はい、でも国生さゆりさんとかっておにゃんこクラブとかだったら下手したらね、おにゃんことですもんね。あ、でもわかんねえな、確かね、キョンキョン、はい、とかは多分いるよ、俺たちキョンキョンがいる時代にはいるよ。いますか、うん、ただ、うん、全然だけど、はい、全然そういう音楽とかいうカルチャーに触れてないけど、キョンキョンとかあのノリピーとかですよね、多分。そうそう、うん、キョンキョン、キャンキャン、チョンチョンそういった人たちには、はい、合ってたかもしれないですね、もしかしたら、はい、おお、で完成してきてる。でこのサイドもね、しっかり、はい、だからケーキ屋さんに行くとね、買わないんだけど、はい、ケーキ屋のところスーパーの地下とか行くと売ってんじゃん、はい、このチョコでコーティングされてオセロみたいになってるやつが好きなのよ、見た目。なんすかオセロって。黒光りしてるやつ。あ、ザカトルテみたいな。あ、オセロのあの黒で、そう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 、はいはいはい、分かります。あれ綺麗だよね。綺麗、真っ黒のやつですよね、うん、真っ黒に近いような。あれ別に食いたいなとは思わないんだけど、あ、ボディービルダーだから、はい、ボディービルやってなかったらああいうのが好きですね、多分。見た目も、見た目の話とかもね、綺麗だし、はい、チョコうまいじゃん、単純に、はい、なんか変なさ、フルーツいちご味のクリームとか好きじゃないのよ。はい、まあ、影戸アズ行った時に衝撃を受けたけど、あれぐらいのレベルじゃないと、はい、本当にフレッシュなあれで作ってくれないとダメなんだけど、はい、チョコはさ、チョコじゃん。はい、チョコはチョコですね、誰がやってもチョコなんで、はい、そうですね。でもチョコもね、それこそやっぱカカオのやつとか、うん、いろんなあるじゃないですか。チョコもね、そうだね、はい、大丈夫ですか。大丈夫だよ、はい、真ん中にするだけだよ。すげえなこれ、でっけえチョコパイだな、ね、チョコパイ。意外とセンスあるんじゃないのこれ。ありますね、パティシエシャイニーできんじゃないですか。あ、それカフェドシャイニーですか。いや、まあパティシエでもいいですよ、はい、でもやらしてくださいよ、なんでも。とりあえず何でもできますか。教えてくれる人いるんで、一応多分教えてくんねえか。教えてくんねえすか。ちょっとケーキ屋さんの手伝いしたことあるんです、はい、俺。そうなんですか。別に毎日じゃないですよ、はい、ちょっと手伝ってくれって言われて、はい、同じ系列 のケーキ屋さんがあってさ、ドラゴンバーに。あ、親会社が一緒みたいなことですか。そうそうそう、へえ。ケーキ1回デコレーション手伝ったことありますけどね。どうですか、センスありました。いや、怒られてはいないけど、はい、まあ無理ですね。そうですか、ね、そもそもあだ名が筋肉マンだったんで期待されてなかったですね、最初。筋肉マン。センスないやつがつけましたね。センスないやつのね、はい、多分最初から期待をされてなかったですね。ここまで来ましたよ皆さん、はい、でこの後冷蔵庫でカチカチにするんで。ああ、そうなんですか、うん、ここですよね。いや、いいっすよいいっすよ、やってください。もう全部敷き詰めていく感じでいいっすか。ああ、いいっすね。キャリーパミュッチャにしてくださいよ。パミュッチャ、パミュッチャってください。このさ、わ、はい、かる、同じ色を並べちゃう時点でもうセンスないんだよ、ね、だけどもうランダムでいいと思いますよ。そうだね、はい、そこに芸術あると思います、自分は。あ、この青とかいいね。青いいですね、うん、これはもうバレンタインデーな。でもこれでよくね。うん、なんかもらえないとか言ってるやついるけどさ、はい、作りゃいいんだよ自分で。自分で作っちゃえばね、うん、いいですね。なんか衝撃の事件ない、バレンタインデーの。バレンタインデーの衝撃の事件ないですね。ないか。うん、ない。あ、でも1個あるのが、うん、バレンタインの日に、うん、中学の時に、うん、隣のクラスの女の子が、一回も話したことない子ですよ、うん、外からクラス違うんで、うん、井上さんって言って、うん、井上さん、井上くんか、まあ、井上くんみたいな感じで呼ばれて、バレンタインだから、うん、男の子はみんな期待してるじゃないですか。それで井上くんみたいな感じで呼ばれて、え、あ、これ何々さんだ、でも話したこと一回もないみたいな、うん、え、俺のこと好きだったんだと思って、ちょっと待ってみたいな、うん、わかります、周りの目が気になるから、うんうん、いやいや、ちょっと待って、感じだったらね、そうそう、しし、今待って待ってみたいな感じで、あ、焦っちゃって、言ったらもう全然違う、関係ないことだったっていうのはありました。それは女の子はね、はい、うわ、こいつ勘違いしてるよって思ったのか、噛み合ってなくて、いや、思ったと思います絶対。自分の多分焦り方も半端じゃなかったと思う。ダッセ。なんか全然関係ない、なんか
何だったか忘れましたけど、それはダサかったな、ダサいっすよね。あ、それは俺だったらもう次に学校行けねえわそこまでですか。でも適当になってんじゃないですか、ドミさん。いいよ、ま、あのね、大体こういうのって、はい、あのえ、なんか顔書いてある。え、そうなんだよ、なんか、はい、やばいよこの錠剤でもこういうの良くない、こういう、こういうの好きでしょ君、遊び心のある遊び心っていうか遊んでますよねまあ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 、味はね、はい、あの企業のお墨付きなんで。そうですね。あ、できちゃったよこれ。できましたね。意外と早くできたな。いいじゃないですか。完成。はい。シャイニーチョコレートケーキ。でこれまだ完成じゃねえんだよ実は、ごめん、はい。冷蔵庫で冷やしてザハトルテ風にして完成だから。ザハトルテ。これちょっと冷やして、ちょっと冷やすまで待ちですね。待ちですか。はい。わかりました。ということで、ケーキの方がですね、冷えましたので、冷蔵庫入れた後にちょっと冷凍庫一回移しましたね。ちょっとね、はい、ザハ取れてたでしょ。ザ音聞いて。オートラ、ザハ取れてた。ザハ取れてでしょ。ザハ取れてか分かんねえわ。これをね、はい、あのチョコケーキと言います。はい。はい、いいと思います。いや、これさ、はい、流行るな。流行る。面白いし、作ってて、はい、あの、テカテカしてくるのが面白いわ。あ、チョコがですか、うん、うん、これはなんか入りそうですか、うん、入ると思いますね。2021年、そうですね、なんか芸能人とかやるんじゃないですか、はい、やりますかねじゃ食べてみますか。そうですね、まずこう断面図見せていい、断面図、断面図やってくださいよ。おー、硬い。本当だ、ガリガリちってガリガリってます。あー、これはあれだ、なんとなく分かったぞ。ザハトルですか。ザハトルっていうかチョコパイだよ。あー、チョコパイ、うん、チョコパイ、はい、リスさんのやつですか。なんだっけそれ。あ、違う違う、それはあれだ、それはパイの実、パイの実だ、チョコパイの方、普通の。あー、はいはいはい、そんな感じだと思いますね。チョコパイ美味しいですよね、うん、ちょっと三角ふわふわな方が好きです、自分、マシュマロの。はい、わかる。あ、あれね、はい、エンゼルパイね、エンゼルパイみたいなやつ。はい、ツーだね、君も。ツーですか。お、いいっすいいっすよ、いい感じっすよ、はい、いい感じですね。溶けたタイヤみたいになってます、チョコがタイヤあんま溶けないっすよ、タイヤ。溶けたタイヤみたいになってます。なんか韓国の方行ってますよ。なんか行ってんね。なんすかこれ。あ、すげえこれ、一生動くやつだこれ。一生動くやつですね。一生動くやつだこれ。からくりわかんないやつですね。からくりわかんないやつだ。はい。あーじゃあ、あーじゃあ、あ、指使ったいいよこれだから。なんすか、こういうので、こういうのに入れてもらえば、ほら、はい、ちゃんと中のチョコも入って。入ってますね。はい。はい、できました。はい。じゃあ、いただきますか。はい、食べましょう。はい。いや、なんかね、はい、ちょっと冷やしすぎたかな。あ、そうですか。うん、あー、気をつけてくださいよ。手貫通しそう。バレンタインどころじゃない。はい。じゃあ、まあ、一応食べますか。はい、ね、食べます。一応、バナナもね、細工で。入ってますか、ね、隠しバナナ入ってるんで。はい、あ、ゾンビ T シャツね、これ。ね、ゾンビ T シャツ。ゾンビ、はい、もう多分半分終わっちゃってるんですけど、もっと早く行ってほしかったよね。あ、知ってたんですけど、みたいな、ね、自分届いたのが2、3日前だったので。あ、そうだった、はい、じゃあちょっと遅くなっちゃった、はい、すいません。いただきます。はい、マーブルチョコから。うん、変わってねえな、マーブルチョコは。うん、どう、うまいけど、うん、マーブルチョコに全部持っていかれてます食感やら、ガリッガリだなこれ、味やら。あ、でもバナナいるじゃん、ちゃんと。うん、ちょっと一回マーブルにどういてって言ってどいてもらおうと思ってもさ、くっついちゃってるからあ、すごいこれ甘っ、やばいなこれ、うん、うまいですよ、うん、これまずくなりようがないですもんね、これ全部安定したもので作ってるんで、うん、変な失敗はしないですよ、やっぱ。うん、うまい。でもまあ、女の子がこれ持ってきたら、さすがにちょっと、まあ、ちょっと将来心配だよね、わかる、なんか将来楽しみだエディティングちょっと最後ちょっと誇張しません。デン。これがでも小学生の
嬉しいですよ。うん、だから将来楽しみだって。ディレディーにはなんねえからこれだと不安でしょ。これ持ってきたら同年代の人がだったら不安です。同年代の同年代の人だってやばいね、はい、だから不安です、うん、ちょっと、うん、だけど多分水玉のワンピースで来てるよね。ワンピースで来てるし、はい、やばいことだけど、あの小学校、小学生の女の子とかが、お兄ちゃんこれあげるって言ってくれたらこれ嬉しいですよ。まあ確かにね、可愛いな。嬉しいけど、はい、可愛いなと思うんですけど。大人になってね。同年代だったらちょっと。でもくしくもそういう人からもモテちゃうっていう。ね、そうですかね。うん、そんなことはないですけど、そんなことはないと思いますけど、まあこれ、でも、すげえ。ここですけどね。ここですよね。こうやって言わないんだよ。女の子のハートを表すときは。違うんですか。ここだぜ。これルーキーズ。ルーキーズとかじゃないですか。バレンタインデーはここだよっつって。これでも結構手込んでるから言っても。手込んでますね、うん。やっつけではないですね。やっつけではない。結構塗ったくったし、はい、これもね、結構、なんか、いいんじゃない、はい、これ。いいと思いますよ、うんうん。ふざけてやってないから。ふざけてやってないですね。うん、はい。ザハトルテだから。ザハトルテおじさんですか、今日。ザハトルテおじさんです。そうですね。うん、まあまあまあ、うん、同じですよ、うん、何回食ってもずっと同じ味が続くだけだから。うん、これ不思議とさ、はい、色は違うけど味一緒なんだよな。マグリチョコって不思議だよな。そうそうそう。それで言うと、あの、なんだっけ、かき氷のシロップって知ってます？知ってる知ってる。全部同じ味、同じ味なんだよ。それ大人になったっていうか、うん、この前家にあったんですよ、うん、でそれなぜかっていうと、甥っ子とか姪っ子が来るんで、はいはいはい、あのばあばがね、うん、うちのお母さんが、うん、ばあばがかき氷作ってやってあげたと、うん、こうやってやってね、はい、うん、でこれ知ってるって言って、全部同じ味なんだよって言ったら、もうガクガク振り始めて、お母さんが知らなかったの。知らなかったんです。あ、そうなんだ。それ冗談なんですけど、いや嘘でしょって言って、でも食べ比べしたんですよ、うん、ちょっと違いました。あ、そう。昔の話かもしれないです。今は多分香料とか使ってるんで、若干イチゴっぽいなって使ったりします、ね、はい、イチゴとメロンがあったんで、自分は確かにこれ食べ比べたことないなと思って、うん、都市伝説的な感じでね、全部一緒の味っていう、色が違うだけっていう、うん、ちょっと違いましたよ。でもなんか大人の世界でもリキュールってなんか色ついてるのあるじゃん、はい、あれ全部同じ味だよ多分。あ、そうなんですか、うん、怖いっすね。まあ色、うん、まあ、結局だから色も重要だってこともあるよね。はい、視覚的な味っていうのも確かに存在するっていうか、そうそうそう、目から入ってくる情報ってやっぱ多いじゃないですか。多いですね。でそれ頼りがちだからね、うん、結局あのなんかの実験みたいので、うん、こうやってカメラに向かってある単語を発するんですよ、はい、で口の動き、声は一緒、うん、だけど音は一緒なんですけど、うんうん、口の動きを変えると聞き取れないんですよ。ああ、それ分かるかもしれない、はい、うん、だからマッスルグリルっていうのに対して、うん、マイクが違う音で、マイクがジェントフィットネスって言うと、あーってなっちゃう、多分パニクっちゃうんだろう、パニクっちゃうと思います。そういうのを考えるとさ、その辺のこううまく使って、多分なんだろうな、美味しそうに見せるとかって全然十分できるというかね。そうですね。だからまあ怖いとは言わないよ、はい、言わないけど、それがなんかその売るための商品で使われてたとしてはちょっと怖いかなっていうね。そうですね、うん、それは言えてますね。体に食べさせる、体に食べさせたいものと、はい、その売りたいものって全く別だから、コンセプトが。だそこら辺はやっぱ自炊っていうので全て解決するのかなと思っちゃうんだよ俺は。あの、あれがないですかね、惑わしがないですかね。ない、うん、で自分で買うじゃん、はい、食材は嘘つかないですからね。そう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 、うん、だからパッケージされたもんってぶっちゃけ売るためのもんだから、はい、だそこら辺ちゃんと気をつけておかなければならない。でもこれなんてその通りですよね。まあそうだね、嘘ついてない。これもその通りですよ。これこのまんまじゃないですか、うん、めちゃくちゃ潔いんじゃないですか、うん、確かにね。でもこれ色とかつけることでやっぱりリピートを増やしてるし、これでもすごくて、はい、ずっとあるもんね、ちっちゃい頃から。ありますね。で昔なんかシールとか入ってた気がするんだよね。マジですか。うん、マーブルの。そういうのあったらでももっと良さそう。でオリンピックもこれ押してるから。オリンピックが押してるんですよ、うん、意味がどういうつながりなのっていうね。オリンピックはちょっとやめてほしいな。バトンなのかな。バトンのサイズにしたのかな。東京オリンピックのリレーこれですか。スレッズが落としたやつ。じゃあ誰か落としちゃったんじゃない。落としてねえやろ。投げちゃったんだよね。
ワンツって銅メダル取った時、あ、朝原さんね喜んでる、それはで、あれ切れられたんだよね。え、そうなんですか。なくしちゃったんだよ、あのまんま。え、どこ飛んでしょ。そう、どっか飛んでなくなっちゃって大騒ぎになったの、はい、いえ、そんなはずあります。いや、ほんと銅メダルせっかく取って記念のバトンなのに、はい、投げて投げてほんとどっか行っちゃったんだってマジっすか。なんか多分なんだけど、はい、ボルトの背中に入ったんだよね、多分たまたまだからジャマイカにやるよ、今ジャマイカなんですか。ジャマイカにやる。それからセグウェイになったおじさんが当たったかっすよ。ウィーンっつって、うわっつって。あれはひでえよな。あれ、もうボルト本当 ね、あの人は本当人として尊敬される身だと思います。あ、北京オリンピックだよ、あの時な。そうそう、金メダル取った後。あれはちょっと。もうあの、世界の宝ですよ、ね、あの。ジャマイカどころじゃない、世界の宝ボルトのことをセグウェイに引くっていう。だけどなんか、乗った人のこと心配してるから、ね。そうだね、そうだね。俺は大丈夫だよ、みたいな。めっちゃいいよね。いや、すごいっすよ、ボルト本当。怖いですね、オリンピックね。本当に何があるか分かんねえから。何があるか分かんない、うん、スポーツって。だから明治さんがスポンサーなんじゃないですか、オリンピックの、うん、ちょっとよく見せてこれ、はい、ゴールドパートナーですね。ゴールドさん、うん、ゴールドパートナー、はい、だから金ですよ金ですよっていうか一番いいやつ。まあそうだね、ゴールドパートナーだからね、うん、確かに、はい、うん、ゴールデンボーイみたいなゴールドジムでいうところのゴールデンボーイ鈴木雅史と同じところです、ね、そうっす、かなりの扱いを受けてますねこれ、はい、今日でもこれ、はい、イタチコも明治だもんね。そう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 なんですよ、うん、全部明治。あ、そう考えるとすげえな。今日明治の提供だって、この動画聞いてねえんだけどね、共産明治さん後から作るパターンでしょ。後からですよ。いや、嘘です。ほんとすいません。ほんとすいません。嘘です。でも、くしくもそうなっちゃったね。明治さんから消され、潰されましたので。嘘ですからね。ごめんなさい。でも、こういう使い方ありだと思うよ。はい。うん。いやー、心配だ。何がですか楽しいですね。やっぱこうやって楽しいじゃないですか、手作りって。ね、はい、まあ、自分取っただけですけど。手作りっていうのはね、まあ、そうですね。はい、チョコ溶かしてこうやって塗ったのは、俺初めてです。はい。で、やっぱり女性がね、今チョコをね、はい、こう作る日じゃないですか、今日って、うん、あのこれ言ったら、まあ、またね、森さんみたいな、はい、女性軽視って受け止められちゃうかもしれないですけど、はい、そういうつもりはないですよ。そういうつもりは、はい、森さんもね、そういうつもりになって受け止められちゃってるから、ね、はい、ちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、けけけど女性がチョコを一応作る日じゃないですか、一般的な認識としては、ね、そういう人が多いと。そう、はい、それで俺もね、その、はい、委員会を、ね、チョコレート委員会を脱退されて困るんですけど。チョコレート委員会じゃないですか。チョコレート委員会はそういうの、そういう、そういう発言 OK です。でもやっぱり、はい、もらう側としては作んなきゃダメだと思うよ。あ、もらう側も。そうそう、どれだけの思いで。知っとく、知っとくというね、はい。どれだけの思いで作ってんのかっていうことなんですよ。で、おそらくみんな本当夜中まで起きてやってんのよ。はいはい。だって間に合わないんだもん。そうしないと。そうですね。うん、だから、はい、そういう意味で言うと、俺の全盛期の時、はい、あの12個、はい、大記録あるんだけど、団地でもらったやつですか。そう、はいはい、あれはちょっとやっぱりみんなにちゃんとお礼しなきゃダメだったなと思ってホワイトで渡さなかったですか。もちろん渡しますよ、はいはい、でも全部お母さんが選んだやつだからそっかそっか、基本的に子供の時あるあるですよね。そうお母さんが買ってきて、お母さんが買ってきたやつだから何渡したか覚えてないんだけど、はいはい、そういうことですよ。ちゃんと作って渡さなきゃダメでしたか。やっぱね、その時、うん、もうちょっと調理技術があれば、なんかね、ペペロンチーノとかカルボナーラとか作ってやったのになと思って、うん、ってなかったですね。小学生ですからね。え、小学生だからね。いや、でも、懐かしかったな。うちはね、こういうベトベトのチョコレートケーキが主流だったんで。何すか、うちって。あの、あざみ家のチョコレートケーキは、ベトベトの、本当なんか、はい、1個食ったら気持ち悪くなるようなやつだったんで。あ、そうなんですか。これですよでも美味しかったです。あの改めてやっぱね、明治のねチョコのクオリティをね、うん、いや安定感があるよね。だからあの溶かしたら普通分離とかするんだけど、まずそれはない、はい、うん、やっぱそこはやっぱりさすがだなっていうか。さすがですよ、うん、で板チョコなんて俺が生まれる前、ずっと前からおそらくあったし、あれははい、アメリカ人ギブミーの、ね、ギブミーのやつだから、はい、明治かロッテかだもんね。そんな感じですよね。あの、ね、二強がある限り、はい、なかなか難しいと思いますよ、他は。そうですね、うん、ロッテもそうですよ、うん、ロッテと明治、うん、なんかまたあのデザインもさ、金塊のようなね、感じで。確かに銀色のやつに包まれてるのも、あれもパッケージっていうか変わると、うん、多分ちょっと良さがなくなるというか、さっきの
話じゃないけど味も変わったような気がする、うん、コーラとかも瓶が美味しいみたいな言うじゃないですか、うん、自分もペットボトルのコーラよりもやっぱ缶のコーラの方が好きなんですよ、うん、でやっぱ缶よりも瓶の方が多分美味しい、うん、まあ見るってのもあるしな、うん、ただねちっちゃくなって気がするんだよなそれだけはちょっと皆さん、どうなんだろうっていうのはね知ってる方は教えてほしいですよね、はい、ちっちゃくなってる気がするんだよ。これに限らずですよね。これに限らず、はい、マーブルチョコもなんかもっとでかかった気がする。マーブルチョコは多分変わんないと思いますけど、ガツンとみかんはちっちゃくなってます。ガツンとみかんはもう4分の1ぐらいだ。4分の1は言い過ぎかもしれないけど、でもなんか本当にちょっとちっちゃくなってる感じするんですよ。うん、あらゆるものが、ね。あらゆるものがね。それは自分たちがでかくなってるからじゃ済まされないぞと。済まされないと思うんだよね。はい、いやでこれが間違いだったら本当申し訳ないよ。はい、それ謝ります動画で、はい、ちゃんとスーツ着て。はい正座して、うんはい、でそうじゃなかったとしたらこれ大変なことが世界で起きてるってことになるからそうですね、うん、これ大変なことだからねこれみんな分かってるのかっていうことこれはね関さん、はい、関さんねハローバイバイでした。ハローバイバイ ね懐かしい。ハローバイバイでも解散したんですか。知ってんじゃないですかね、うんうん、相方の顔はもう覚えてないから、ね、覚えてないですね。どんどことんのぐっさんの相方の方が覚えてる。平畑さんって地方であのレギュラー持ってるみたいな。あ、そうなんだ、はい、すごいね。平畑です。あ、平畑さんは地方で有名みたいな、はい、うん、感じみたいです。はい、信じるか信じないかあれで次第です。バイバイ終わりですか。はい、ありがとうございました。